っともう一回流しとくね、一旦あの解説ここしたかったから。ここの最初のところあれだったの、そのさっきもちょっと言ったんだけど、自分でこう次のところに新東京からリアルワールドに行くぞみたいな意味を込めて扉から開けたいですって言って、一回後ろを見てよしじゃあ前へっていう意味を込めました。伝わっ、あの初めて言えた、嬉しいそうで、そこからみんながいるところへ行くっていうあの演出にしたいと思って、そうそうそう、そういう意味なんだよ。邪魔もの嫌なものなんて消して、この世止めたものどうぞ。今何しようって、あ、そう、撮影ね。撮影はあれだったの、なんだっけ、一発撮りなんですよ。一発撮りっていうか、一個間違えたらまた最初からなの。そうだから、それも考えて、ドキドキだった。一回間違えたらやり直しだから。あ、ゆうさんエモ嬉しい、ありがとう、スーパーチャット。そう、カット編集なしだったのよ。だから私が納得いくまでやらせてもらった感じかな。そう、緊張したよ、ドキドキだったよ。もうね、その形とかもすごく意識しないといけないから、このダンスは大変でした。でもね、練習もめちゃくちゃよくやっていただいて、メディカルプレゼント、オンラインの参加で、あのこのミックスをしてくださったレベルミュージックの皆さんに本当に感謝しております。レコーディングもいつも同じレベルミュージックっていうところの、ね、方々にお願いしているんですけども、本当に毎回ね、こういいじゃんいいじゃん、いい感じだね、幕開けみたいな感じで行こうよって言って、最初の信じないわのところもノリノリでレコーディングできてて、いつも楽しいレコーディングをさせてもらってます。目をつぶりみんなで逃げようよ、今よりいいもの。何時間かかったかな、 3,4 時間かな。この歌を歌えば、そんな感じがする。もう私褒めてないでるタイプですかね。綱渡りみたいな運命に認めない、戻れない、忘れない。日中だよ、日中に練習します。だからやっぱ皆さんも、あの歌枠は私にいいじゃん、待っていこう待っていこうみたいな、なんていうの、あのよくある、あのなんだ、あのカーディガンを肩にかける感じのプロデューサーの感じで言ってくれると、私はノリノリで歌えるかもしれない歌枠。特にお気に入りの動きとかある、ワンビリオンさん。そうだね、どこだろうな、どこだろう。あ、でも振り付けで好きなとこはどこかな、ちょっと待って今見せよう。いいじゃん、タコからさん、こんなぎこんなぎ、あれだよ、ちょっと見て、どこかな。ないものは消して、でもここ覚えるのめっちゃ大変だったの、ここ。ここ覚えるのめっちゃ大変で、めちゃくちゃめちゃくちゃだった。何回も間違えたそう、大変だったんだよ。でも好き、もう今となってはもう慣れてるけど、ちょっとどこかな。あ、ここセクシーじゃないってところ今見せるね。もうちょっと来るよ。ここ、これでかかった。ここ今のところがあのすごいね、難しかったというか、セクシーなの、なんかかっこよくかつセクシーにやるぞみたいな。ここがね大事でしたでもカメラワークもめっちゃかっこよくて、本当にこんなのをね一発目で出せることに私は感謝しております嬉しい。
そう、くねくねしてる感じ。そうそうそう。あ、ほんと？ゆうさん、こうやって見ると全然見え方違く感じるな。あ、嬉しい。そう、あのね、首の動きとかも大変なの、ここ何回も戻してなんやねんってこと？ここじゃないね。あ、でも、ここの首見える？っていうね、こんなことがありました。とか優しく包み込むようにやりました。よかったよかった。こんな感じでした。新時代は。ここも好き私、振り付け。いいよね。やばい、めっちゃ見ちゃう。久々に見た。はい、というわけでちょっと一回新時代終わりにしようかな。よいしょ。はい。